4号艇藤丸浩一選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。はい、船足、行き足から伸びにつながっているいい足というお話でしたけれども、はい、転覆もありましたが影響は？そうですね、とりあえず今日の朝がもう最高の仕上がりだったんですけど、はい、はい、その後少し足落ち感じます。あ、落ちてますね、はい、では明日は上積みを図るための作業というのは何か？上積み、そうですね、元に戻るようにもう一度点検をしたいと思います。はい、ちょっと足も変わってしまったというお話だったんですが、今節課題はスタートというお話もありましたが、準優勝戦は、課題スタートというか、その1-7とかですね、そこら辺はいけるんで、はい、あと0-5いけたら、はい、ものすごく楽に1マークを回れるんで、はい、そこの踏み込みをですね、はい、はい、いけたらいいと思ってたんですけど、はい、明日は4号艇ということになりましたけれども、戦い方など何か考えていらっしゃることは？あの中途半端な枠なんで、いろいろ考えたいと思います。はい、それでは最後にファンの方に向けて一言お願いします。はい、1号艇の赤岩選手の完全優勝がかかってますが、それを阻止するために、頑張りたいと思います。